おっと、これでもアルシーブ様の秘書ですから。ニューエモーション期間限定ピックアップ召喚。またプレゼントをたくさんいただいている。そしてそのセサミ役の赤崎千夏さんが、キラーファンタジアラジオに登場ですね。イベントかな、セサミ参戦記念ミニイベント。セサミクサ、セサミってそうですね、七賢者ですよね。青葉とこう、またニューゲーム起用か。どんだけニューゲーム愛されてんだ。13日か、交換は13日か、9日で、順次、シナリオが解放されていくっていうシステムですね。本日7月13日ですので、新しいシステムは、解放です。さらに、まだ、謎の島と絆を支援、13日の未明ですが、まだ17日まで続いてます。ダブルイベントってことですよね。あ、こちら復刻版となっております。水着ピックアップが、これもありますね。水着キャラクターピックアップ召喚後半。なるほど。コン、ゆずこ、なでしこしずく、弓矢かな、琴音。なでしこの水着、ゆるキャンだからな。で、ピックアップガチャがこれですよね。秘書としては清掃だって言ってます。清掃か。嘘でしょって思ったりします。さらにですね、こちら。7月にから放送されている夏アニメ、街角家族、街角魔族か。こちらの、ゲームが9月に登場してます。多分原作絵でしょうね、これね。テレビアニメ放送期間中、木曜日から金曜日の間にログインすると、通常のログインボーナスに加えて、制裁席、括弧無償、20個がもらえますということで、この石の、ログインボーナスも嬉しい要素じゃないでしょうか。いつも通りこの辺を回収していきます。そしてトレーニングですね。夜遅くに偉いわね。ちゃんと適度に休憩もしていますか。よくできました。確かに休憩は大事。命をレベル上げる必要ありそうですね。強くなって帰ってきます。ちょっと手伝ってほしい。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。お、たくさんいただいてますね。石も はい、ということでどんどんトレーニングに出しましょうということで。この時間に食べたら太っちゃうわ。なるほど、一人はあれしないといけないんですよね。お使いですか。行ってきます。
さあどうしよう。ルーム行って焦らしますよね。ちょっといいですか。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。さあクエスト行きます。さあ、ニューエモーションが加わりました。我々にあだなす者に容赦はしません。チャレンジクエストって何だ。あだなす者は消えてもらいます。結構やっぱり強い相手ですね。我々にあだなす者に行ってまいります。さあ、挑戦です。アルシーブだ。なるほど。あ、かしこまりました。はい。すごい目が怖いカルダモンだ、うん、うん。知略と謀略はお手のものです。感謝します。赤崎さんなんですね。おっと、なんか不穏です。ハルカーレシーブ的な世界。いやー、キルミーウェイウェイの赤崎さんと全然違いますよね。やっぱすごいわ。おっと、ニューゲームだ。なぜ海岸沿いに。ゲーム、ニューゲームの、うん、舞台から考えると海外ゾーンにいるような感じは全然しないんですけどね。いいですか。釣りやってたのか。おそらく。Okay. つまり。そうだね。ありがとうございます。考え込んでる。確かに。社畜。真面目。そうですね。なるほど。石を5枚いただきました。で、これでもアルシーブ様の秘書ですから、我々にあだなす者の容赦は準備運動になれば良いのですが。叶わないんじゃないかな。一応一回だけ試してみます。土属性ですよね。なたまき。頑張っていこな。30万。すべてを解き放ちましょう。すげえ。絞り尽くす。
程度ですか。決めたよ。どの程度ですか。開いたって一発でやれましたね。閉めておきましょうか。この程度です。私の前に入れていくといいです。すごい大ビーム。危なかしそう。行きますよ。おっと、これすごいな。息を合わせていきますよ。使ってみよう。そうですよ。かわいい魔法少女。その程度ですが、結構ダメージを与えられてはないな。その程度ですか。サポートだって大切なんだからね。魔法、魔法なんでね。チャージアップ。私も精一杯一気に溜めます。絞り尽くしてあげます。魔法力が結構高いですよね。この程度です。これ式、何のこれ式ですよね。倒れてください。この程度です。この程度ですか。1ターンなんで、ここはその程度ですか。私の前に入れていくといいです。うれしい。その程度ですか。私の全力を絞り出します。ここ使ってしまった。その程度ですか。あー、返しちゃった。ここで体鍛えないと。この程度です。先生も受けませんよ。全属性を一定ターン中ダウン。逆に行動速度が中アップになるんで、チャージカウントも減らせられると。その程度ですか。手数はまだあるんだから。えい、全然ダメージ与えられない。侮らないでいたわね。その程度ですか。この程度ですか。絞り尽くしてあげます。絞り尽くされる。この程度ですか。サポートだって大切なんだからね。でも結構あのカオ先生のチャージアップ力って無視できないですよね。あえて使っとこう。この程度ですか。まだ使えない。この程度ですか。先生も一緒にやってみます。こんにちは。トーテムポールの妖精。ダッチ行きますよ。トーテムポール。この程度です。結構ダメージ与えられたかな。計算できた。次の。かここは使おう。私の全力を絞り出します。
この程度ですか。繰り返すと倒せるか。この程度ですか。私の前に切れる方がいいです。ビームが決まった。お相手したわよ。この程度ですか。この程度ですか。お願い。この程度ですか。この程度ですか。先生も一緒にやってみます。こんにちは。トーテムポールの妖精。1310。ほんのくらい時間かかったはず。この程度ですか。受け止められる。この程度ですか。この程度ですか。絞り尽くしてあげます。オート回復結構強力ですよね。継戦能力がすごい高い。この程度ですか。この程度ですか。これ使われちゃうよね。こんにちは。トーテムポールの妖精です。あんまりダメージ与えられなかった。長い戦いになってますが、この3体結構しぶといですね。この程度ですか。この程度受け止められる。絞り尽くしてあげます。絞り尽くせない。この程度ですか。先生も一緒にやってみます。こんにちは。トーテムポールの妖精です。この程度受け止められる。この程度ですか。私の前に切れるといいです。これでどう。この程度ですか。ドッカンドッカン行きますよ。ドッカン大騒ぎ。次はこうです。オート回復もうないのかな。手数はまだあるんだから。この程度です。大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。じゃあね。この程度です。あんまりダメージやっぱ与えられてないな。2056だから、ここで攻撃するのは。この程度ですか。この程度ですか。侮らないでいただきましょう。この程度ですか。この程度ですか。プレープレーなんてね。この程度ですか。使わない。備えておくとしましょうか。ここで使う。全力を絞り出します。レベル8上がった。奥の手は隠しておくものだわね。この手か。この程度ですか。この程度受け止められる。オート回復が結構効きます。この程度ですか。この程度ですか。ここは閉めておきましょうか。あ、回復がない。このキャラ回復がないのは助かりますよね。先生も一緒にやってみます。トーテムポールの妖精で、あんまりダメージ与えられなくなったな。時間だけかかってしまいそう。計算で言ったわね。次はこうだ。この程度受け止められる。この程度ですか。侮らないでいただきましょう。まだオート回復。この程度ですか。
ダンクしな。この程度ですか。この程度ですか。私の前に切れる人いるね。これでどう？この程度ですか。私の全力を絞り出します。こんにちは。トーテムポールの妖精。まあそうなりますよね。アナログの方は。この程度ですか。まあちょっと一回落ちてしまったのでリトライです。アナログの方が強い。ここはいきなりオート回復使います。腹ペコありますね。私だって怒るんだから。このような手もありませんよ。すごい。こういうやり方だってあるんだから。やりますね。絞り尽くしてあげる。状態以上回復すればいいや。よかったな。受け止められる。使ってみましょう。私を見せたるで。マットの使い方を見せたるで。マットは冷え切った地面を使う武器なんだね。おっとディフェンダーがショーアップだ。絞り尽くしてあげます。しかしこれ一触即発の雰囲気ね。私の全力を絞り出します。ホウ先生一気に侮らないでいただきましょう。やるときにやるで。この程度ですか。これ行きましょう。先生も一緒にやってみます。こんにちは。トーテムポールの妖精です。このような手もあるの。スパイラルでしたよ。わー死んだ。いつもの3体に戻っちゃった。どっかんどっかん行きますよ。絞り尽くしてあげます。あえてここ使ってみますかね。敵さん出ました。私も精一杯応援します。これ好き。絞り尽くしてあげる。チャージアップしよう。この程度ですか。これ好き。絞り尽くしてあげます。みんなの良しになりますように。
手品。この程度ですか。ほんの小手調べです。行ってみましょう。やりますね。12,000。うっそ、カオス先生死んだ。ダメでした。この程度ですか。絞り尽くしてあげます。これ好きな平気やもん。私にできることやろ。絞り尽くしてあげます。やったわね。他の仕方なくなった。強い。絞り尽くしてあげます。やったわね。3連発とびっきりのやつあげる。えい。全然ダメージ与え合えない。備えておくとしましょうか。このような手もあるの。もうごめん、金額で。全ては私の手のひらの上です。絞り尽くしてあげます。これも立派な戦術です。やるときやるで。はい、使いましょう。絞り尽くしてあげます。私だって怒るんだからね。ちょっと痛いかもな。私の全力を絞り出します。狙われちゃってるんですよね、彼女が。あんまりいたずらしちゃダメだよ。痛いわ。絞り尽くしてあげます。やります。私ちょっと狙いすぎだよな。一回コテツ撤退させて彼女を入れよう。一触即発の雰囲気ね。この程度ですか。絞り尽くしてあげます。なんかパワーアップしてない強さが。私の前に切れるといいです。あるでしょ。ダメでした。この程度ですか。こういうやり方だってあるんだから。絞り尽くしてあげます。私に任しとき。やります。私からもお返し。こんなことでよければ。間違えた。やります。あ、先生ピンチ。ちょっと痛いかもな。うわー、なかなかカオ先生来ない。お使えないんですよね。ああ、間に合わなかった。絞り尽くしてあげる。雪やもん。あ、これ好き。この程度ですか。もうこれ攻めるしかない。そうですよ。うっしょ、うっしょ。この程度です。
計算だった。次はこうだ。これ式。息を合わせていきますよ。こうですよ。13,000。私の前に210万切ったが。あ、先にこれやっとくんだったな。覚悟してください。この程度ですか。絞り尽くしてあげます。息やも。この程度ですか。やったわね。バレあります。ほんの小手調べやったわね。やったわね。この程度ですか。絞り尽くしてあげます。これ受け止められる。絞り尽くしてあげます。ああまた。すべては私の手のひらの上です。奥の手は隠しているものです。なんで一発でやれるんだ。私の全力を絞り出します。とりあえずカオス先生自身が守られなきゃいけないですよね。計算機を次はこうです。これも立派な戦術です。ダディを食べる程度です。こうよ。絞り尽くしてあげます。だんだん強くなってくるんですよね。なんで早いうちにちょっと使っちゃいましょう。うち負けへんもん。お手伝いします。最初にこれを使うんです。チャージアップしないといけん。チャージアップを。みんなに元気を。私にできることなら。そうですよ。よいしょ、よいしょ。17,000だ。自分じゃないんだ。奥の手は隠しておきます。雪やもやるときはやります。やりますね。これ想定外です。これかお先生ちゃいますよね。絞り尽くしてあげます。もうちょっとだ。やるときはやるで。想定外です。こんなことでよければ。悪いから誰だ。消すぞ。次はこう。こういうやり方だってあるんだから。私の全力を絞り出します。
この程度ですか。備えておくとしましょうか。チャージアップは気をつけないと。私の前にひれ伏すといいでしょう。耐えられるぞ。気分は。私に任しとき。ここは閉めておきましょうか。絞り尽くしてあげます。どんとこー。先生も一緒にやってみます。こんにちは。トーテムポールの妖精で、こんなことでよければ。悪い子だれだ。絞り尽くしてあげます。先生も負けませんよ。何事ですか。サポートだって大切なんだからね。こんなことでよければ。このような手もあるの。わー、コース先生やられた。こういうの行くからね。あとどれぐらい27,000か。ここは閉めておきましょうか。ここは一発計算し、いいですね。次はこうです。ファイヤー。想定外です。私も遊びで済ませたかったんだけど。離れないでいいね。金額でテイク。このような手もある。こんなことは任せるわ。お喜びください、アルシーブ様。計算しないわ。次はこうです。これも立派な戦術です。かましたるで距離ありますね。あんまりいたずらしちゃダメだよ。やります。侮らないでいただきましょう。絞り尽くしてあげます。私の全力を絞り出します。見ときや。私だって怒るんだからね。絞り尽くしてあげます。これこそ何事ですか。痛いわ。奥の手は隠しておくもの。ああ、倒された。体鍛えないと。私の全力を絞り出します。痛いわ。こういうやり方だってあるんだから。ここは閉めておきましょうか。ケース。次はこうです。初めて来た。うち負けへんもん。お手伝いします。これも立派な戦術です。やったわね。私からも安心。次はこうです。さあ、そこでチャージアップ。みんなに元気を。痛かったらごめんなさい。何事ですか。奥の手は隠していくもの。もうそれやろでさ。キロほんとコスパ。ごめん、金額で。この程度です。いきますよ。行くしかないですね。ここはもう。そうですよ。これでとどめさせるかな。うん、刺したか。想定外。行きました。動けませんね。やりました。いや、結構失うものは多かったかも。チャレンジメダルですね。1回だけのチャレンジか。
あだなす者は消えてもらいます。あだなす者は消えてもらいます。よかったら少し。サンキュー。おかげで助かったぜ。何がプレゼントされるのかな。これはチャレンジメダル。チャレンジメダルってなんだろう。何と交換できるんだろう。限界突破は何も交換できない。もうチャレンジメダルでエタリウムのかけらと交換できんですね。エタリウムのかけらが4つあるとエタリウムがもらえるっていう。まあでもチャレンジメダルそんなにいるかな。ちなみにチャレンジメダルがあるとこの結晶がと交換できるというメリットがある。こっちは今だけ。こちらはまあちょっと厳しいですよね。通常交換は？進化セットってあるんですよね。まあ使わないですが、魔法使いの果実と交換。交渉成立。ナイトの果実と交換。交渉成立。魔法使いの交渉成立。交渉成立。はい、ということで、特殊召喚。特殊召喚は何もなしってことですね。まだですね、チアを、チアは。でもまあ、これなら、ひだまりスケッチで、ユノ、行ってみましょう。やったー！これからも頑張っ！それに、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。ですね、復刻謎大島と絆の支援に復刻記念追加シナリオというのができました。そちらをプレイしたいのですが、まずはライフもありますんで、こちらをプレイしていきたいと思います。かな、さあ行くぞみんな。 やってやろうじゃないか。そこだ、やめてよ。体がついていきません。
さあこれはなんだ。怒ってます。腹ペコになってますね。MDF 魔法防御ですね。時間はかけたくありません。来た、いた、えいよ、まだ、しつこいよ、あつほう。結局は血の血のなのに強すぎる一発で。勝ててよかったです。ま、こんなもんだね。試練クエスト20回クリアです。ピーチバレー球が手に入りました。よーし、さあ、と、あの、シーサー、シーサー。あ、どうしたんだろう。あの、そりゃキャンですよね。今後最後ということで、お二人が、あれ、うん、はい、うん、いいね、そうね、水着を作ろうってことですね。あきれた。あのさ、お、回想シーン。さて、冒険はまだまだいけます。その調子ですよ。翌日ですね。
さん特訓して強くなる。収集ケースに行きましょう。こんなもんだね。土タイプだ。フリー目安な。行ってきます。負けられへんな。これなら。来て。これはどう？あいた。痛いわ。ようやく来た。これなら。来て。え、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 痛いわ。これなら。来て。作りましょう。来ました。バッサリ行くで。あ、先生マットの使い方を見せたるで。セナホイ、見切った地面を使う武器メンチカツや。メンチカツは何が関係あるんでしょうか。これで継続できます。これなら本気の私を見せたるで。マットの使い方を見せたるで。マットは冷え切った地面を使う武器メンチカツや。見たい。ここで使います。反対攻撃。もう一度挑戦してみましょう。気合い入れるで。これなら。そいや。ここで培った私の力見せるよ。倒した。いいですね。おレベル3に上がった。マットは冷え切った地面を使う武器メンチカツや。これはどう？これなら。これはどう？チャンス。一気に3人キララジャンプ。マットの使い方を見せたるで。マットは冷え切った地面を使う武器メンチカツや。
ダメージ大きいな。よかった。なんとか勝てて。なんとかっていうレベルではないですよ。はい、ということで、復刻謎の島と絆の支援収集クエスト&よし、今日も頑張るぞ。この復刻、あの、どうかよろしくお願いします。復刻記念追加シナリオ、プレイしてみました。この後もあのいくつか1日ごとかな解放されるみたいなんで、よろしければ遊んでみてはいかがでしょうか。またこういう風なあのシナリオもあると思いますので参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。